写真拡大。沖縄の暖かな日差しの中で、今年40歳を迎えるベテランが汗を流していた。ブルペンで熱のこもった投球を行い、その表情は明るい。実戦登板も目前に迫っている。キャンプ序盤に右ふくらはぎの張りが出て、別メニューでの調整が続いていたものの、調整は順調に進んでいることはその表情が物語っていた。体はだいぶいい。暖かいから体が動く。柵オフ、2013年から在籍したソフトバンクを戦力外に。1998年にプロのキャリアをスタートさせ、12年間在籍したフォルス・ヤクルトが救いの手を差し伸べ、10年ぶりに復帰した。やっぱりこの年齢で、去年の成績も含めて、取ってもらったということは僕にとって感謝しなければいけないし、嬉しい思いですね。このチームでやれるということは。ただね、恩を返すところは結果なんです。結果を出すために、チームのために、何でもやるぞっていう気持ちでいます。昨季はソフトバンクで23試合に登板して0勝1敗0セーブ2ホールド、防御率 4.5 で若手が育ってきたこともあり、世代交代の波に飲み込まれるように、日米通算860試合に登板してきた実績豊かな右腕でさえも非常通告を受けた。ただ、本人に現役を退くつもりはなかった。続けるつもりではいたよ。ボールが投げられる身体だったし、腰の状態も良くなってきていたから、体をしっかりケアして使いこなせばどうにかなるかなと。昨年は春季キャンプ前に椎間板ヘルニアを発症して大幅に出遅れた。ただその腰も回復。身体が動くのにやめたくない。五十嵐はそう思っていた。メキシコとかでもできるし、海外の独立リーグもあるし、いくつか僕の中で選択肢があった。
恩返しをするには結果しかない。怪我して今年で辞めることになるなら、それはそれで本望。なので、ヤクルトのために全力でやって、それで怪我するならそれでいいかな、と思っています。ヤクルトのために、その身を捧げる覚悟でいる。40歳を目前にして、未だに150キロ台のボールを投げ込む。防御率 4.50 と不振に終わった昨季は、いい時と悪い時の差が激しかった。やっぱり安定感がなかったと振り返る。腰の怪我でキャンプをできず出遅れたことから、少なからず心の中に焦りが生じていたのも事実だ。去年はすぐ一軍に上がりたい、結果が出したいというところへの自分の気持ちが強かったので、客観的な判断ができていなかったかな、と過ぎてから思いましたね。ここ数年の中ではいい状態。キャンプを普通に過ごせているのと、新しく足りない部分を補えるだけの時間がある。去年良くなかったのをオフの間に冷静に判断できたかなと思うから、と語る表情には充実感が漂う。5月28日には40歳の誕生日を迎える。初登板から積み重ねてきた777試合連続救援登板は NPB 記録となっている。戦力外通告から、古巣への10年ぶり復帰。再びマウンドに立つチャンスを得たベテランは、ヤクルトへの恩返しのためにその右腕を振る。福谷祐介。祐介福谷。